午前10時31分です。大勢の捜査員が事務所の中へと入っていきます。警察が家宅捜索したのは札幌中央区にある6代目山口組系福島連合の事務所です。おととい福島連合の古関裕樹容疑者が札幌すすきのの風俗店が違法に得ていた収益のうち現金10万円をみかじめ料として受け取ったとして逮捕されています。この風俗店をめぐっては去年11月に従業員と客に売春行為をさせていたとして経営者ら合わせて11人が逮捕されていて警察は関連を調べています。